じゃあこんにちは、はい、ゆたかさん、はい、まあ、今日阪神は、負けました。延長10回、まあ、なんかすっきりしないな。そうなんですよ、あのスリーベース、スリーベースで1点取っただけでまた得点ぶり、まあ、そろそろ力不足だったんですが、なんとその試合後です、大山選手と、まあ、打たれたピッチャーゲラ2軍降格というのを発表しました、うん、まあ、そうだね。これあの昨日大山選手もベンチにいましたし、最後あの10回あのね、ツーアウトになったところでネクストバッターズサークルにあのいたので、でもこのタイミングで火曜始まりの火曜はいて、うん、2軍降格なんだってちょっとびっくりしたんですけど、まあ勝てなかったら、まあ、ハレンシみたいなのもあるあ、もうそんな、まあ、でもあの阪神はやっぱ近本が4番打ってる、うんうんうん、で、まあ、別に近本は優秀なバッターだから、はい、それは何番でも打てるだろうけどもさやっぱ近本1番に収めないと、うんうん、やっぱ本来の強さっていうのは出てこないよね。やっぱ負担もかかってくるし、はい、じゃあ大山がなぜ2軍なんだっていうのは、はい、もう打てないからでしょ。そうです、打率も1割9分9厘そうだな、上がってこないよな。そうなんです、ただやっぱちょっと岡田監督のコメントから大山選手重傷だなというふうに感じたのが、うん、本人が相当自信をなくしているからと、はい、どう打ったらええかわからん言うてるから、ファームっていうかちょっとあれやな、なんていうか、いあのね、はい、周りがギャー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 言うからわからなくなるんだよそれと悩みが深くなってくると、はい、糸がもつれ出すから、はい、その糸をほぐしていかないといけない、うん、ね、その糸をもつれさせないっていうのは考えないっていうことが一番大事なんだよ、本来は、まあ、本来はただ周りはね、やっぱりギャン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 言うから、 そうですね、どうしても阪神っていうと注目されてしまうチームなのでまあまあそれはあるかもわかんないけどな、はい、まあだけどやっぱりね、一番はね、深みにはまっていくっていうのは考えすぎなんだよ、うん、ね、大山ってあれだけの実績があって、はい、ね、去年だってあれだけの成績を収めたわけじゃない、うん、だって MVP でもおかしくない働きをしたんだよ、はい、でそれをちょっと打てないからってギャン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 言うでしょ、はい、だからもう周りと一緒に押し潰されてんだよ、プレッシャーとかと俺は思うよ、もうメンタル的なことから、そうそう、だから俺は一番大事なのは考えすぎない、考えないっていうことが一番大事なんだよ、まだ基本的に考え方としたらね、はい、だって自分でどうしようもないじゃん、うん、そうですね、人もどうしようもないじゃん、うん、こうだああだどうのこうのって、いや責任持てんのかみたいな、周りもそうですよね、そうでしょ、うん、いやだけどあのなんていうの、深み、結局自分の中の基本って何なんだっていうのを考えた時に、基本に立ち返りゃいいだけの話なんで、その大山選手のいい時のその基本っていうのはどういう打ち方というかだったの？だからホームランとか引っ張れとか、まあ、いろんなことあるけども、うん、やっぱ基本はセンターなんだよ、うん、で彼もセンターから右の方向に打ってる方が楽なんだよ、はい、でもやっぱホームランだとか、うん、そういうのを意識させられるし、うん、ホームランがまだ2本だとか、はい、まあ、ギャン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 言うから、うん、ギャンギャン言うなんてまたそれを気にしてもしょうがないって本人そうですよね、そうそう、だからもう、うん、やっぱ何でもそうだけど、だから森口だって喋る基本って人とは違っても、はい、自分の基本って持ってるだろ、うん、ありますルーティンもそう、もちろんそうだし、はい、だから俺もバッティング打席に入ったらルーティンも持ってるし、うん、基本こうやったら打てるっていう大前提ってあるよね、はい、こうやったら噛まない、喋れるってしっかり喋れる、うん、伝えられるっていう基本持ってるよね、うん、それに立ち返りゃいいだけの話だけどさ、うん、どうやったらいいかわからないぐらい考えちゃうからダメなの。もう頭の中がもう混乱状態になってる。もうね、シンプルに考えたらいいんだって。なるほど。うん、それとやっぱりね、悪かったら悪いでね、変えすぎると良くないって。その変えすぎるっていうのはフォームだったりとか。いやいや、まあ岡田監督も。打順。いや、俺もそう思うよ。だってさ、一番いいのは何なんだって、基本は何なんだって、優勝したのは何なんだって言ったら、近本、中野、はい、ね、森下、うん、大山、サトテル、ノイジーでもいいし、前川でもいいよ、うん、ね、で坂本でも梅ちゃんでもいいよ、はい、これで我慢すりゃいいじゃん。これどうして今年我慢できなくなっちゃった？勝ちたいからでしょ。あ、それで負けるからでしょ。あと得点ができないとか、得点どうやったって得点できてないじゃないそうですね、もうそれだったら、ね、
基本に立ち返ってね、もう我慢に人の一文字で我慢するしかない、お前たちにもう任せた、お前たちは責任あるよねって、うん、ね、はい、昨年日本一になった、うん、そういうプロ野球を代表するチームになった、うん、ね、そういう責任あるよねって、うん、その責任をお前らちゃんと果たせって、うん、そんなどんな形があったとしてもいいから、うん、だからサトテルもね、あのあいつは守備の人かって、うん、じゃないですよね、言えば究極言えば意外性の男なんだよ、はい、だからもう一軍に上げた方がいいって意固地にならないで岡田監督だって何の意固地が、あ、必要だぞ、まあ、相手からしてみろ、お前サトテルがどれだけ怖い人間か、嫌ですよね、嫌だって、足も速いしさ、うんうんうん、ただポロッとやっただけの話でしょね、まあそうなんですね、だから意識が低いとか守備に対してとか言うかもわからないけど、ね、完璧な人間なんかいないから、うんうん、ね、じゃああんなにゲラ使って打たれて誰の責任だって、使ったやつの責任じゃないんかいって、まあ、そうなりますよね、そうなるでしょ、うん、ね、だからやっぱゲラっていうのも、まあ、確かに春先っていうのは良かったけど最近ちょっととっちらかってるね、はい、まあ、落とすのも仕方ないよ、再調整ということで、うん、まあ、だけどやっぱみんなに責任があるし、うん、でも阪神の基本って何なんだって言ったらそこなんだよ、はい、別に悪いことしたわけじゃないだろ、全然悪いそうだろそれはね、チームに迷惑かけたかもわからないよ、でもね、うん、サトテルなんか返してくれるし、はい、で大山だってそんなね、うん、そこまで悩むほど考え込んでたら絶対打てないよ、このままだとね、萎縮したままになっちゃいますよねと思うよ、ですよね、だって阪神がね、近本を呼ばれてて怖いかって言ったら全く怖くないって、はい、ね、うん、いやそれは近本の能力だったら、うん、ね、ホームランは別として、うん、打点を上げてくれ、勝負強さを見せてくれ、うん、ね、って言ったら4番はいいよ、うん、別に、うん、いやだけど他球団から近本1番2番中野、これが一番嫌な形じゃない、はい、なんで勝手に怖くないような逆にね、ね、牙を抜いて、はい、虎が戦おうとしなきゃいけないんだって、そうですよね、と俺は思うんだけどね、確かに、だから我慢だって、我慢か、あと体のキレということも話していて、体のキレやな、全然キレないやろ体にというふうな状態の悪さも岡田監督、いやそれキレないよね、うん、だってファースト自体が守備という面ではキレない、あ、いやそうで、塁には出れない、はい、走らない、うん、キレない、うん、やっぱねこれはね相互関係があって、まあ、例えば、まあ、3割近く去年でも打ったよね、フォアボール出たよね、はい、4割ぐらいの出塁率があったとしたら、はい、4回出るわけよ、その中でどんどん走る、うん、これがまたキレを生んでくるんだよ、はい、2割フォアボールが取れない、うん、ね、走らないでしょ、走らないです、やっぱね練習でいくら走ったって、うん、ね、まあ、走りにこうしたことはない、いいよ、走った方がいいよ、うん、走った方がいいんだけども、だけど試合でフルカウントになって宮崎が十何球粘ったけど、牧、うん、がそのたんびにスタートしててヘトヘトになってんだよ、だからこのヘトヘトさがキレを生んだりだとか、そういうことなんだよ、はい、だから打ちすぎて4割打てないっていうのは疲労から来るんだよ、うんうんうん、分かる、はい、疲労から来て3割に落ち着くわけよ、はい、率がね、うん、あんまり出すぎて走ってると、うん、やっぱ疲れちゃう、それはそれで疲れるんです、ね、疲れるだろ、確かに、いやだから切れないよ、2割じゃ逆にってことですよね、俺も切れないと思うよ、そしたらその分練習で走ってるかって言ったら俺は走ってないと思うよ、ああそっか、だから出塁率と練習量っていうのは、うん、やっぱ考えないと、それは4割出塁率があるやつに、うんうん、いつも通りにやらしてるとそれは疲れが急に来るよね、はい、同じように来るよね、うん、いやじゃなくて練習量下げないと、そうですね、大山なんかはこれしか塁に出てないんだから、うん、このぐらいやっぱ走らせないとさ、キレは出てこない、キレは出てこないよ、そうです、同じようなアップしてて、うん、そんなキレるはずがないじゃん、なるほど、さらになんですけども、今後2軍に落ちてどうするかというと、今後は試合、2軍の試合には出場せず、ミニキャンプなどで体のキレを取り戻していく予定ということで、2軍の試合には出えへんって、試合でどう打ってるかわからんのに、今のままではどう考えても打てへん、本人がどうやっていいかわからんようになっているからということで、2軍の試合には出ずミニキャンプということですね
まあいいんじゃない、もうそれでそれで、俺は結果な抜きにしてミニキャンプはミニキャンプ、うん、試合は試合で出した方がいいと思う。それは同時進行でもいいから、もうヘトヘトになってもいいから、うんうん、それはなぜかというとゲームで、ね、し打てないんだろ。そうです。いや打てなくてもいいよファームでも、うん、その代わりスイングは仕掛けろと、うん、そんなどうだ結果はどうでもいいから、うん、その代わりフルスイングしろって言うよ。あ、そっか。どうやって打ったら分からんって、はい、分かってるって、うん、そんな基本があるのに今までプロで生活してきてるのにそうですよ、ね、分かるってそんなど素人みたいなことにならないですよね。分かるよ。そしたらこの打席は全部右狙ってみろとか、うん、で調子が上がってきたら、ね、ちょっと引っ張るような形でちょっと長打狙ってみろとか、うん、そういう調整だって聞くから、はい、そんなもね、あのキャンプだけやってるようじゃダメだと思うよ俺は。そうなのか。俺は試合で打たなきゃいけないもん。試合に出さないと何の意味もないじゃん。確かに体のキレが、ね、戻ったら打てるのかって言ったらそんな問題じゃないじゃない、うん、と俺は思うけどね。今結構試合感からちょっとなんかそうすると遠ざかっちゃうような形になってきちゃうんですかね。まあ、遠ざけようとしてるな、うん、だからまず、ね、まずは リセットさせてやりたいんじゃないの気持ち的に、うんうん、だけどまあ、うん、でもリセットしたからってまた元に戻って打てなかったら、そうそうそう、それもそれで最悪だけどね。そうですね。これってメンタルから来るどういうふうに打っていいかわからないと、そのフィジカルから来るどういうふうに打っていいかわからないっていうのは全く違うんですか。豊さんは経験したことっていうのはあるよ。そのメンタルからの方ってありますか。いや、大体メンタルから来るから。あ、みんなそうなんですか。それか疲労から来る。その疲労から来るとメンタルから来るので崩し方って違いますね。そう、全然違う。あとその戻し方の、いやだから日本はおかしいのは、うん、ね、メンタルが来たって疲れが来たってさ、ね、得打ちだってやらすわけよ、はい、ね、疲れてる時に得打ちやったら余計疲れるよ。疲れる、確かに。だからね、そういう分析がなってないんだよ。多分大山は両方だよ、うん、でもどちらが強いかって言ったらメンタルやられてるよ、うん、だからメンタルやられてるんだったらね、ミニキャンプやるよりも、うん、北海道ちょっと一周旅行させた方がいいよ。10日かけて、あのね、この季節いい時期ですから。いや、そんな感じだよ本当に、うんうん、もう野球忘れてこいって、はい、ね、でもちょっと気持ちシンプルにしてこいみたいな方がいいよ。そうですね、もうそれだったらやるんだったらね、うん、でもやっぱね、基本に立ち返ること、まずはね、うん、それとチャート見てみて、うん、大山の弱点を攻めてきてるよ敵は、はい、ね、でもそこに手を出してる、うん、そこに手出すなって、うん、間違えるから、うん、そこを意識しないで、あの自分の打てるところを待ってろって、うん、と得意なところ、そしたら打てるって、うん、絶対間違えてくるから相手は、うん、それね、弱点ばっかり自分が気にして、うん、そこを振りに行っても、うん、弱点はね克服できないんだよ、うんうん、ね、弱点は弱点のままなんだよ、はい、そしたら大山は外山の、うん、ね、少しどちらかというとインサイドよりも外、真ん中ストライクゾーンを真ん中で割って、はい、外寄りのボールでしょ、そこを一心不乱に待ってたら必ず打席で1球ぐらい間違えてくる、うん、それを仕留めるか仕留めないかの集中力だから。うん、だと思う。俺はだから打たなきゃと思うからこそ、その弱点のところまで打ちに行こうとなしてるってことで、弱点3つ来たら、はい、ごめんなさいで帰りゃいいって、うんうん、それかファウルで逃げれることだってできるし。そうですよね。だから自分が打てるところシンプルに待ちなさいよ、うん、そしたら打てるから。そうですよね。大山ほどの人間が迷うなって、堂々と威風堂々としてろと。そうですよね。ただね、技術的に言えば少し右肩が出てくるのが早いんだ、うん、それはどういうことなんですか。これはドアスイングになってるというかさ、まあ大体がドアスイングなんだけど、うん、大山はね、でも少し脇を開けるイメージで打つと体の開きが止まるよ、うん、右肩が止まるよ、はい、だからそこも少しね、技術的には少しちょっと考えた方がいいかもからね。それは右肩があの突っ込んでるということは、うん、なんでそういうふうに。だから素人でも分かるんだよ。森内構えてみ、はい、で脇を締めてこうやって出そうとしてみ、そしたら右肩が出てくるよな、はい、で脇を開けてこうやって出してよ、そしたら、ああそうですね、止まりますよ、ね、止まるだろう、はい、うん、だから少しそういうことも参考にしてやってみてはどうだろうっていうことで、
だ本来 の, その大山選手のフォームとはちょっと今違うものになってきちゃってるっていうこともあるんです。やっぱ打たなきゃいけないっていうのもあるし、うん、強く叩きたいっていうこともあるだろうし、うん、だから、まあ、右肩が出るっていうことはすごく感じるしね、うん、でこうやって打ちたいから、うんうん、でこうやっといてこれいいんだよ別にこうやってやっといて、うん、こう出れば、はい、自然だろ。こうなったもんがこうなるって自然じゃない、うんうん、はい、こうなったもんをこう回そうとするかおかしくなるあじゃないか。そうです、ね、いやいやレベルに振りたいんだったらもうこんな動作よりも、うん、まあまあ例えばここら辺で反動つけてレベルに振った方がいいよね、うんうんうん、だけどこうやってやりたい、こうやってこうやってやりたいんだったらこうやって打ちなさいよっていうか形で、だから自然と体はそうなっていくわけだから、はい、シンプルでいいから、うん、流れに逆らうな。なん で,、ね、でもそうだけど、また大山選手ってなんか人が良さそうだし、いや人がいいんだよ、もう大好きだから。そうです、ね、頼むよ見てくれよこの動画いや本当にそうです、ね、だからこれ、まあ、まあ周りが X でも SNS でもそうなんですけど、例えばあのサトテル選手が打てないから2軍で落ちた、なのに打ってない大山選手がなんでベンチに行ってスタメン出てるんだっていう批判が X でその阪神ファンの方から来ちゃう。それを例えば耳にしたり目にすることによって多分すごいなんか自分の自己肯定感が下がるというか、うん、俺なんか言っちゃいけないのかな。あ、そんなことないよ。君は必要な人間で、サトテルも必要な人間、うん、必要じゃない人間なんか一人もいないから。そうですよね、みんなが必要なんだよ。でもみんな去年みたいなメンバーがいるわけだから、うん、そうなんです。それがベストとして組めばいいじゃん。そうですよ ね。だ岡田監督ももう去年のあのベストメンバーでまた打順です。いやこれでダメだったらもういい、居直ればいいじゃん、うん、いや本当にこれ優勝メンバーなんでっていう。そうそうそう、うんうん、だから何が悪いんだって、うん、いいじゃないかって、うん、だから今年本当に打順毎日ブレブレになっちゃってますね。いやだからもうそれしかやることがなくなるんだよ。俺も経験あるけどそうなんだもう、ね、今日はどうするみたいなもうそれがね仕事みたいになっちゃうわけ。だからこうか打順が変わるとみんななんかわーっと発表になった、あ今日は考えてきたなって思うでしょ、はい、でも、ま、負けてんのに毎日同じさ、うん、オーダーだと、うん、何考えてんだってなるでしょ。なんでいやだからそれを怖がるんだよ。あそういうことだ。だ俺立派だったのは怖がらなかったのが落合ひりむちなんだよ。変えなかったです、ね、変えなかった、うんうん、俺も聞いたことあるの落合さんに。落合さんもうそろそろ変えないんですかって言ったら、彼らは数字をしっかり持ってるから見といてみろって、はい、必ず帳尻合ってくるからって、うん、こうしたら優勝したよやっぱ。ですよね。そうそう、そこだよやっぱ。その違いか、うん、だと思うよ俺は、うん、帰んなもういやだから今日のまた今夜、まあ、楽天さん、いやもう絶対帰るよね大山がいないわけだからもう、 そういや近本選手4番はそこか、そこに帰らないよお前。でだからもう他にいないもんね勝負強いのが。そうなんですよ、ね、もう森下でもいいと思うよ俺4番、うん、森下お前任したからお前やってみ言うて、うんうん、でもあいつぐらいしか思い切って触れてないもん今。そうですね、みんなが当てに行くようなさ確かに確かに、スリーベース2本出て1点しか取れないってどういうことだノーアウトから。本当ですよね、ほんまにもうあれでだけでしたからね。いやまあまあそういう時もあるけどもね、うん、でも阪神の基本、今の岡田監督の基本ってどういうメンバーだって言ったら、うん、みんなが口を揃えて、うん、近本1番、中野2番、うん、3番森下、4番大山、はい、5番サトテルって言うよみんな多分。もうあのみんな暗記して言えますよね。でしょ、はい、もうそれでいいじゃんもう、うん、俺はそう思うけどな。もうとにかくお前たちの責任だと、うんうん、ね、しっかりやれと。お前らこのメンバーで日本一取ったじゃないかって、はい、できないはずないだろうって、うん、調子が悪いね、調子がいい、なもの関係ないと、うんね、やらないと、お前たちは責任果たせと、うん、プロとしての、うん、ファンに対してどう責任取るんだって、うんね、給料に対してお前らどう責任取るんだって、うん、だからお前たちの自覚しかないってもうやれって、うん、もうそれでいいじゃん。そうですね。でも俺はそう思うけどな、うん、確かに言われてみると心を変えて
本当に確かにそうなんですよ。なんか勝手に問題を大きくしてるような感じがするよね。いや勝手になんかどんどん重症化していっちゃう。じゃあ里照も絶対あげた方がいいって俺は、うん、あの子はね二軍の選手じゃないよ。確かにそうですよね。いらっしゃっていいじゃん、それも魅力の一つだと思うよさ、うん、腹立つけどなもうあの重要なところでしちゃうから目立っちゃうっていうだけの話なんですけど、でも重要なところでも打つって外出るは、うん、今下で、ね、6試合連続かなヒット打ってますし、当たり前だよ下だったら岡田監督はでもやる気のない中で打ってるからね、うん、6試合連続、ね、うん、そうですよね、うん、だからやっぱりそれを記者が言ったんですけど、だって2軍のピッチャーからだろっていうふうに岡田監督おっしゃってたのと、だったらエラーもしてるだろうと、だったら全打席ホームラン打つぐらいしないと彼のそのやっぱりね、あのじゃあもう一生あげないよ岡田監督のところにじゃあ絶対あげんなよっていう感じだよね。サトテルもそういう記事したら、いやもういいっすと一軍は、うん、うん、でやっぱいやそうだよ、そらまあ負担かかるもん、じゃあ外野にしてくれって、外野で勝負し、うん、させてくれって、もともと外野だったら肩強いし足速いしみたいな、もともとコンバートされちゃったっていう、そうそうよだってお前前側よりも絶対守備はうまいよ、うん、外野いたらこれワンチャン戻すことってないんですか。いや可能性はなくはないよね、うん、いやだけど、まあ、そんなこと言ってもキリがないから、はい、現在できる範囲の中で精一杯やればいいじゃない。そうですよね、無理だって勝ってる時は容認してたんだから、うん、エラーを、うんうん、確かにそうだ、まあ、エラーもするけどいいとこで打つしな言って、うん、まあ、エラーはつきまわし人間がやってることやからって、うん、でもゲッツが増えたやろうって、うん、なんかもう余裕が、うん、みんなが余裕がなくなってきてんだよね、うん、そうですよね。交流戦も今最下位ですし、セリーグの順位も今3位に落ちてしまったっていうところで、やっぱりこう焦りイラついてんだよもう腹減った虎になってんだよ痛い痛い家物なんかだけど牙がないから噛みつけないよみたいな本当そうなってるでしょ。2枚のね牙が本当に抜けちゃってる。いやだからもう本当にシンプルに戻した方がいいと思う俺はね。そうですよね、うん、まあ、これはもう岡田監督にね会っただろう、お前なんてこと言うんだよお前、おー言って、うんうん、おー言って言われるかもわからんけど、うん、これはもうしょうがないよね、うん、監督もう戻しましょうって、うん、目の前でも言うよ俺多分岡田監督の目の前で岡田監督いらっしゃったらお前何言うとんやって、うん、まあそういう、そういうような口調になるかもわからんけど、うん、でも一例あると思って聞いてくれる可能性はあるね岡田監督は。あ、そうなんですね。柔軟性っていうのはまあ可愛がってもらってたし、うん、まあ俺も懐いてたし、うんうん、だからまあこういうこと言ったらお前何ちゅうこと言うんやって言うかもわからんけど、うん、まあ岡田監督も俺は気がついてると思うけどな。でも戻すタイミング、あそこはね、怒ったやつが振り子を下ろすのに拳下ろすのごめんねって言えないから彼はいやいや本当に性格的なものもありますし、平田頼むお疲れ生でそうですよね、お疲れ生で戻そうとそうもうしちゃいましょう、ね、お疲れ生こうひっくり返して元に戻しましょう、ね、戻しましょうみたいな、はい